フランシュルメールは、フランス、ブルターニュ地域圏、フィニステール圏のコミューン。プランは、ドゥアルヌネとラミサキの間に位置し、カンペールからは3 0トル離れている。ブルトンゴでの名称は、プランで、ポルトは教区を意味し、ランは、修道生活を送る意を意味している。現在のプランという名称は、何、世紀も前の変換、変化の結果である。12世紀、教区は、 原始的なキリスト教区が数多くの名前を構成する中からプリュイランまたはプロエという名で知られていた。こうした名前は5世紀から7世紀の間に満州を渡りブルターニ半島へ人々が定住した頃に遡る。プロエランという名は信者が結集した教区であるプロエ、ランデベネックのように世の意味を持つラントに分割できる。こうしてプロエが新設された。 13世紀から15世紀にかけ、プロエランの名称が使われ続けた。その後、17世紀にプロアールとなった。17世紀の間にプラロンという名称が見つかる。ポルデン、プロラン、プロラン、ポランとなり、18世紀になってプランに固定された。1689年にベネツィアで印刷された地図においては、長ポルナとなっていた。 現在の名称プランシュルメールは、1935年12月27日のデクレで登録された、比較的新しい名称である。2013年5月18日、コミューン議会は、ヤーディー、アルブレイジョニヒ検証の批准を可決した。参照元、1999年まで、イヘス、2000年以降 i NSEE。ありがとうございます。